出羽弘樹音楽教室。こんにちは、出羽弘樹です。今回はですね、このコースレイヤードピックの、レビュー第2弾ということで、実際に曲を撮ってみました。で、条件としては、ギターは1本で、普通のピックとこのコースのレイヤードピックを使ってこうサウンドに幅を持たせて、実際に1曲撮ってみるとどうなるかっていうのを、試してみました。では実際に聴いてみてください。でしたでしょうか。結構サウンドの幅があるというか、まあもちろんそのエフェクトのかけ方とかが違うとかっていうのもありますけど、でもやっぱり普通のピックではですね、このなんていうんだろう、高音域のハイのこう伸び方ですね、出ないような、出方をしているような気がしますですね。で、その12弦ギターっていうと、まあその弦同士の微妙なこうピッチの違いとかによるレゾナンスみたいなものが、12弦っぽいという確かに見方もあるんですけど、そのシンプルに、弦が2本なっている状態で、それによってこうハイが立った状態、こう豊かな高音域があるっていう状態っていう意味では、かなり12弦ギターっぽいんじゃないかなと思います。まあその一般的なね、あの本当に復元になっているやつとはまた響き方は違いますが、これはこれでかなり使えると思います。ので、ぜひ手に入れてみてください。何やら、あれみたいですよ。販路がいろいろ拡大されて、手に入りやすくなっているみたいです。では、またお会いしましょう。ありがとうございました。